もあるって言っても冷やしたからここへ来られたんでしょうね。この雨の中にね、家庭を放っといてね。今も皆さんすごい賢そうな顔してますよね。理事的なね、素晴らしい顔してるけどね、でもボケるかもしれないね。それはもうね、覚悟しておきましょう、ね、でもね、ボケるなら完全にボケた方がいいね。自分がボケたことわからないじゃん。中途半端のボケが苦しいのね。だからね、ボケの始めなんてのは苦しいんですよ。なんかね、お嫁さんがね、ご飯食べさせてくれない。自分は6回も食べてるくせに食べてる。こんなの困るでしょ。1回食べて5回食べたと思うようなのが一番いいボケだと思う。とにかくね、ボケはね、もうなるかもしれない。もうそれしようがない。だからそのボケになったらどうしようどうしようなんてね、もう思ったでしようがない。先のことはね、もうそういう分からないことは思い煩わないことですよね。もう仕方がない。なった時はなった。もう完全にボケようと思ってればいいよね。